はいえー、それでは皆さんこんばんは、えー、レクセイ日の雲野です。 ではあの本日はです、ね、平成30年の司法書士試験の筆記試験をです、ね、経まして19年向けの15ヶ月合格コース秋生の方ないしは19年向けの春生の方のためにですね今年の試験をどう分析していくのかということをお話ししていく19、まあ、秋生と春生のための本試験弱点分析会これをです、ね、1時間ちょっとの時間をいただきましてお話しさせていただこうと思います。 あの急遽同時中継ということになりまして私もあの聞いていなくてちょっとびっくりしたんですが常時中継先にも規制のです、ね、方たちがいらっしゃるということなので、えー、レジュメを使ってまいりますお手元にあるかどうかはまずどうぞご確認ください平成30年主要書士筆記試験、えー、弱点分析会というこのレジュメ全6ページかな。 え違いますね5ページですね5ページのものを用意しておりますこちらをまずお手元にご準備くださいなければあの社員の方にですねどうぞ一声お声をかけていただければすぐに用意してもらえるかと思いますそしてあとはですね各今同時中継先の方たち 各支店の同じく社員の方にですね、えー、もしもらっていなければ、えー、お声がけいただきたいんですが今年の本試験の問題冊子と,とですね、えー、午前、午後の問題冊子とそれからの記述の模範解答こちらを皆さんにお配りしてますよねまずね。えー 午前の問題察し午後の問題冊子とレックの模範解答、こちらをお手元に準備して講義をお聞きいただきたいと、で問題はあのこの問題冊子のところで見ていただこうと思いますので、それがないと、ちょっと話、何のことやらということになってしまいますので、どうぞお手元にご準備ください。そしてですねあの 問題冊子が手元にないんだけれどもという方で YouTube でこれ動画としてあげるそうなので YouTube 動画で見てくださっている方で問題冊子が手元にないんだけどという方はですね、まあ、お近くのレックの各本校お近くにございましたらちょっとねあのこれこれこういう理由で宇野先生が各レックの本校に意見をもらえると言ってたというふうに言っていただければあの社員もねあの皆さん受講生の合格のためにはいろいろやってくれますからあのコピーを、ね、私渡 していいいただけるんじゃないかなかと思いますちょっとレックの定傾向ではなかなか同じような対応ができないかと思うんですがレックの各本校のね窓口に行っていただければ、えー、コピー、PDF データですからちょっと画像データですから、えー、印刷は薄いかもしれませんが今年の問題冊子もらえるかと思いますので YouTube で聞いてくださっている方で問題冊子が手元にない方はまずねちょっと問題冊子手に入れてからこれをお聞きいただきたいと思います。さあそそしてあの全くその 何でしょうこの講義が行かない生きないのもあれですから、えー、一応19年向けの15ヶ月合格コース運のクラスの一回し講義を受けた方一、えー、回しの民法不当法会社法消灯法を、えー、講義聞いた方にこの受講をお勧めしてますので、えー、まだ私一回しの途中なんだけどっていうそういった方はねまず一回しの講義を一通り、えー、消灯法まで受講された後本試験の問題を、えー、実際30年の問題を解いてみて。 でそれでこの、えー、分,析会ですか分析会のこの,、ね、この動画を見ていただきたいと思います。のでその 効果が得られない聞き方をしていただくのはちょっともったいないですから時間も無駄ですし一回し目の主要科目講義聞き終わった方で、えー、平成30年の問題一通り解いた方をね対象にした動画ですことを一応お断りさせていただきますさあそれでは前置きは長くなりましたけれども、えー、皆さん、えー、今年受験されてみてまたはご自宅で解いてみてどうでしたかどうでしたかというのはちょっと私から皆さんのね反応は直接は分かりませんけれども、えー 約10日嘘っとったとかもう11日に2日経ちましてねあの面談だけで私50人もっとやってるかな面談は50人ぐらいで、えー、大阪に行きまして大阪百何十人。で、えー 名名古古屋屋に一昨日行って名古屋も50人ぐらいで、えー、この間水路橋は130人ぐらいの方たちがこうダーッと押し寄せてでまあその後といつものように怒涛の個別相談で,で個別相談の結果大体ここができました何点でした、ね、どこが間違えましたという報告を皆さんからいただいてそしてデータを分析しながらその基準点を予想をしていったりとまあまあ目まぐるしい毎日で,でその合間合間で朝まで根元生じて飲まないといけないというねその朝まで根元っていうのはあれが 一番辛いんですあれがねでもあのね、えーえー、色恋を語る場じゃないですかね2人で朝まで2人じゃないな人であ、二人で名古屋は2人でしたけどあの他の講師森山さんなんかも含めてもうひたすら朝まで本試験問題について語るんですよ、ね、あの40過ぎたおばさんとおじさんがあの、えーあのあえー、グラス片手に朝まで初等法のあの問題はあれは出題ミスだとかなんとかそんな話で朝まで、まあ、でもそれで一,一応盛り上がるというからね本当職業病だなと思いながら、まあ、あの非常に大変な1週間を過ごしてきたんですけど。 ようやくね大体分かってきました。えー ちょっとねあの総括していきますねまずあの今年の午前の部についてなんですが午前の部35問、えー、レベルといたしましては昨年より簡単だったんです学問的レベルは昨年より簡単ですでその理由は個数問題がないことあ今どこのページ開くっていうんじゃないんですけど、まあ、強いて言えば今日のレジュメの1ページのところを開いていただくといいかもしれませんね、えー、強いて言えば1ページ目でもまあこれについて、えー、というか総括として述べさせていただくと 個数問題がなかったことと推論問題がなかったということこれが学問的にまあ優しくなった1つ大きな理由ということですそしてその他にもです、ね、平均正答率だけ見ていきますとやはり昨年よりかはこれ上がっていっているということになりますで全体的な平均正答率も昨年よりも上がっている。で科目別で申し上げますと、えー レベルね、えー、憲法については、昨年よりかは優しくなっております。ただし、昨年が激難の年だったので、えー、優しくなるのは言えば当然で、ただ、平年レベルに比べますと、憲法は平年よりかは難しいという年です。で民法につきましては、昨年より圧倒的に簡単になっています。ただ、強いて言えば、再建法が昨年よりも難化したということ。昨年が六十六点三パーセントの再建、四問の正当率が、今年は六十点五パーセントというふうに低下をしています。 ですが後でやりますが、えー、学問的に財源の問題が難しかったわけではないんです。なのに皆さんができていなかったというだけで、ねえー、けうん平均生徒率下がりましたがレベルとしては昨年よりもあのむしろ優しくなったはずなんですね。 で刑法につきましては昨年よりも難しくなっております特に自主からの出題が、まあ、やはり度疑問を抜かされた方が多かったようでかなり正当率が50%を下回るというようなことになっておりますそして会社法についてはこれ、昨年よりも難しくなっています。 で会社法は4問落としてしまう合格者も出ておかしくない年だったと言えますので9問中5問が合格レベルというのが今年の状況だということなんですねでただあの全体的に見ると民法は全体的なレベルは昨年より何度も言いますが優しくなった年ですで午後について総括しますと午後は まずです、ね、マイナー科目、民祖系、民祖5問は、まあ、難しく感じた最新の問題ね、あったとはいえ えー、レベルとしてはですね、まあ、平年通りかちょい難しめかというところになっていきます。昨年、えー、と比べても平均成套率としましてはですね、えー、昨年とほぼ同様というような形になっているところです。で民質民事保全についてはですね、まあ、ちょっとまだやってない方もいらっしゃると思いますが、昨年よりむしろ優しくなっております。で私はあの民事保全と民質これヤマが的中しまして、非常に皆さん。 皆さんに喜んでもらえたんですけど一番あのこっちもあれなのが先生の山手当,当たったんだけど落としましたというのはね、非常にあのこちらとしても、えー、当たったんだったらやっとこうよ、ね、あのあの当たったんだから、えー、取っていこうよということでちょっと、ね、あのそういったときには残念な思いしますが、まあ、あのマイナー科目大いに山手がが、ね、結構当たりましたのでそれは皆さんの本腰を入れる来年も、ね、ちゃんと当てていくようにこちらとしてはまた頑張ろうと思っています。でえー、法法法もこれ例年レベルでむしろ託法に至っては 昨年より簡単でしたのでね、やっぱマイナー科目は、えー、本当に落としていいのは1問だけだった、えー、マイナー科目を落として良かったのは実は最新だけということになっていきますさあそして不動産統計法は昨年よりもレベルとしては優しくなっていますね。やはりね優しくなってるし消灯法も昨年よりかは、えー、優しいか や昨年と同様のレベルということでレベル的にはあ午前も午後も実は昨年よりが優しくなった年だったんですところがところが、えー、基準点予想としてはですね結局昨年と変わらずにレックとしては35問中25問、えー、午前が25問。 午後が35問中24問というですね昨年と全く同じ基準点を予想しております。えー、ですので、えー、35問中25と35問中24それ以上言った人について記述の採点をしてもらえるというねそういうい年だったというふうにお考えください。そして <laughs> え基準点が下がっている理由なんですけれども、これ、受験者が減ってるからなんですね、で皆さん、ちょっと今一度、合格までの足取りをちょっと考えましょう、あ確認しましょう、午前午後基準点を到達した人が、記述の採点に残れます、記述の採点に残った人のうち、記述の基準点を突破する、ね、ことが必要になってきます。記述、えー、の基準点は、記述の採点をしてもらえた人の偏差値50ラインです。 ですから記述の採点に残った人の偏差値50ちょうど平均点以上を取った人が記述の基準点突破ということになるんです。でこの卓越の基準点、記述の基準点全て突破した人それがイコール合格者ではなかった、ね、記述の基準点、卓越の基準点全て突破した人プラス上乗,せ点を上乗せ点を稼いだ人がを稼いだ人。 最低合格点に届くということなんですねで、その上乗せ点なんですけれどもちょっと予想をしてみましょうか予想してみましょうかというかあの実はですね今年はもし午前25午後24問、ね、で、記述式の基準点は去年よりかは上がるんですけれども70点満点中だいたい30後半だと予想しますそうなるとですね、えー 午前25問午後24問記述の基準点が70点満点中378じゃないかとでそうするとそれらを全部足していて。えー ででいきますすと、と問問問ののはは点満点、で24問というのは72点満点満満か、25問で70は書ききまますね。書き書きましょうか。いていくとちょちょっとと、お待くくださいいいね。書いていくと、えー、午前25、午後24、えー、午前があ午後25問で、25問というのがあ75点なんです。 75点で午後が24問これが72点ですねでこれで1477点ですよね。で記述があ多分30じゃ7点と、えー、しましょう37点、ね。で、えーえー これを全部足していったのが、えその基準点の合計とねいうことになっていきます。で、147と37だから4の8、184、184ですよね。で、これが基準点の合計点で、プラスここに。 今年は、ね、あの基準点が低かったので,これ低かったのでもしかしたら27から30点上乗せしていかなきゃいけないという恐ろしい状況になってしまうかもしれない27から30点上乗せもしこれ30点上乗せするとですよね30点上乗せしてで結果として、まあ、例えば114点から111点ですか。 214点から211点,から21点、ね、というのが合格最低点という予想が立ってくると、ね、でこの上乗せ点というのは択一だけで取ろうとしたら10問上乗せです。10問上乗せですから2524にプラス10問上乗せしていかなきゃいけない。 で記述の方で、えー、プラス27から30点上乗せするのは正直しんどいんですね。記述、えー、ブラックボックスと化した採点方法が毎年物議をかむすんですけど、えー、これに上乗せ30点上乗せなんてのは正直ねどんなに優秀な人でもその <laughs>。 難しいんじゃないかというのがちょっと予想されますから確実なところでは択一で取っていかなきゃいけないというのが今年の問題ですからもはや基準点というのはもう一定当たり前の年になってしまったというふうに評価できるんじゃないかとで今までは18点上乗せすればいいなんて言われてた時代が懐かしいもう去年も26点上乗せでしたからねでさらに上がっていくと30点上乗せなんていうこともない話ではないというようなことが今言われているところです。 さあそれではじゃあの記述のお話もこの後していきますけれども、えー、まずはじゃあ、総論としてはそういう感じでねであ,あと、もうちょっと言うとお皆さんと話してきて分かったことが、えー、S 判定を取ってくるようなあ実力者レベルの受験生が軒並み午前27か8午後は26か7に団子になっていると。 で、えー、あなた、いざって取ってたからねさぞかし30以上いったでしょうとかって面談の時言ったらいや先生30いかなかったでなんてなった二28と27ですあ君、行くもかというようなね非常にそのどっちかだけでも30超えてるという受験生がまあ少ない。 で去年はもっといたんです去年はもっと、ね、あの午前が30行きました午後は30以上行きましたって人いたんですけど今年は本当に餌判定いつも叩き出しているような人でも、えー、27、8に団子になっちゃって本当になんかそういった意味ではなんかちょっと頭抜けている人が少ない、えー、非常にご合格ボーダーのところに、ね、本当ひしめき合っているという,ような印象が非常に大きいそれは期日でも同じことですので、えー、そういうだんご状態になっちゃっているところに自分も位置しちゃうと3か月地獄なんですよ。もうの、ね、の生殺し状態でその3ヶ月 あの毎日、そうつ病になっていたような感じで、ね、本当にあの暮らさなきゃいけなくなる、ね、非常に拷問のような月日があの合格発表まで、えー、かかっちゃいますからできれば来年、皆さんその頭一1個でも抜けているような、ね、あの安心して合格発表を迎えられるような形で、えー、本試験、えー、あの,の成績を収めてほしい、ね、そのために今、この、ね、分析というのをちょっととかししててみほていと思い思ますさあそれでは各論のところに入っていきますが1ページのところをまさにご覧になっていただいて。 で午前の部の出題分野と正答率で2ページが午後の部の出題分野と正答率ちょっと体裁が変わっているんですけどこれさっきねあのネモさんに電話して「ちょっとあ,あなたの作ったデータちょうだい」って言って慌ててもらって切り張りしたんでちょっと2ページはネモさんが作ったものなので若干体裁が違いますけれどもいわゆる正答率のところは皆さんねあの AA ランクと書いてあるものと A ランクと書いてあるものは絶対に落としちゃいけないね。 いうことでご自分解いていただいた問題と照らし合わせてねどうだったのかというのをちょっととと見ていいいいただくといいと思いますさあその上えで3ページ続けてご覧になっていただきたいんですがこれ問題ごとのアプローチとこの一回し講義で取り上げていたかどうか、えー、並びにその3ページのところはまず軸足となる知識。これが、えー いわゆる正誤判断ができなければいけない基本中の基本この軸足となる基礎知識だけで正解できたかどうかがこの3ページのところにまず軸足で正解に達するかで「午前」については軸足だけで正解に達するのがなんと28問,問あります。 えこの軸足だけで正解に足すだから軸足にした軸は何,何なんですかって言われたらこれ過去問出題実績があることで過去問に載ってなくても、えー、必ずどの講師も初年度に1年目に話している基礎知識例えばね、ね医師無能力者の行った法律行為は無効であるなんていうのはき基礎知識じゃないですかなんですけど医師無能力者の行った法律行為は無効であるなんて過去問の出題っていうのは過去15年間出てないんですよ。 だからそれはあの過去問では出てないけれども基礎知識だよねっていうのはこの軸に含めていますですから軸足にした知識というのは過去問出題実績それも平成,13年以降平成13年以降の過去問出題実績がありかつ、えー、過去問に出題されてなくとも誰もが知る基礎知識をここに軸と書いているところですそれだけで正解に達するのが午前は28問で午後はちょっとごめんなさい1 2, 3, 4,、2、3、4、5午後は30問です。 でこだから要するに誰に,なになあの誰に、ね、あの誰にじゃなくてその誰に対しても胸張って言える私大丈夫でしたっていう報告ができるような点数午前28午後30、ね、で午前28午後30だと午前については3問上乗せで午後については6問上乗せだからもうそこで9問上乗せしてますねで9問上乗せだから3二27点上乗せしてるんです。であと記述の方で3問上乗せすれば 3点ぐらい上乗せすればこの30点って上乗せ確保できますからまさにその軸足だけで正解できる28問午後30問取れていればプラスえ記述の基準点プラスアルファ12点上乗せできればねもうこの合格最低点についてはあ余裕で超えていきますからそれが実は勝ち逃げできる、ね、あの合格するための一番スマートな方法ということになってきます。 さあそれでは皆さん方に講義した一回しの内容で、えー、解けたのかどうかという点なんですがこれあの、私全部教科書をひっ,かりひっくり返してもう一回解きました一、えー、回し講義で解説した足とその一回し講義で解説した足だけで、えー、正解可能かどうかというのを丸伐で表したものですで1問目から3問目憲法については2問目を正解してほしかった。 1>, で1問目と3問目は正直ちょっと1問目は難しかったし3問目は徳島市公安条例事件については講義でしっかり取り上げてませんからこれは解けなくても仕方がないということになりますそして4問目、えー、これは問題皆さん見ながらいこうか4問目、えー、問題をじゃ見ていただくと4問目についてはですね、えー、絶対正解してほしかったんですよ4問目については軸足になる知識が、えー、これは。 「あうえお」ね、の中でも特にア「あう」だけでも3番が正解だと切れますからこれはやはり正解したかった問題です。次5問目五、えー、問目は代理に関する問題でこれはア「あいうえ」は抗議してます。えー「あいうえ」は抗議しました。で「あい」だけで実は3番が正解だと切れますから、えー、やはり正解したかった問題なんですね。 で次、第6問目時効についての問題です。第6問目、時効は「イウオイウオイウオをコメントしておりますでただ、ね、「イについては再告をしただけでは、えー、時効中断が確定的に、えー、起こらずに再告の時から6か月以内に他の強力な中断手続きを取ると、えー 告時に遡って自己中断するよというのを講義でお話したと思いますただその6か月以内に他の強力な中断手続きという例として支払い督促という言葉は抗議ではおコメントしてないのでそういった意味ではちょっと「い」が判断しきれなかったっていうのはあり得るかもしれないそうすると、ね「う」と「お」だけの抗議になっちゃいますから「う」と「お」だけでは残念ながら2足にまでしか絞れないので、まあ、落としてしまったという方も別にへこむようなことではない、ね。ただそのの月以内に他の強力な中断手続きを取れば、えー 最国も自攻中断が起こるんだっていうね、その六ヶ月以内というところにまあ食い食い食いつければね、まあああも取れたのかなとね、あじゃあいごめんなさいイも取れたのかなとねいうことにはなります。で一応イウをで一が正解だと切れた足でもまああウとオだけだとちょっと切れなかった足ということで一応丸にはしましたけれども、あのイについては少し難しかったかもしれません。 で第七問目、ええー、物件的請求権、これはちょっと無理だね。うとえしか抗議で話してません。だけどうウ,ウの足、第七問目うの足見ていただきたいんですが、エが B の所有するこう建物を無権限で占有し、こう建物に増築をする。増築というのは動産たす不動産の符号でしたよね。動産を不動産にくっつける。で、その時にこの増築したあ部分がその。 不合させた A さんの所有権が A の所有権とどまるためには不合、ね、させた動産部分の所有権を A が取得するためにはこれ権限を持って不合させなきゃいけないという話は講義でしたと思います権限を持って不動産に動産をくっつけたんだったら動産所有者がその動産部分の所有権を留保するようなんていうそういう話を講義でした でところがあれ権限がなきゃいけなかったんでこれ無権限で A がくっつけてしまっている以上この増築した部分については A のものにはならないつまり不動産所有者の B さんのものになってしまうよという知識をしっかり頭に押さえていればそうしたら B さんの所有物になっちゃうんだから B さんのものなのに A に対して当該増築部分の撤去を請求することはできないということになるんですだってもう B のものなんでしょ B のものになってしまってる以上 A が権限なくくっつけた動産だからそれはもう A の所有権を離れ B の所有物になっちゃうそうするとその A がくっつけた部分は B のものになっちゃうんだから B が自分のものを A に撤去しろって要求するのはおかしい。 そういったあの知識を駆使していけば「う」が罰だということが分かかっていいくかと思います,ですあとは A,、ね、A, <laughs> A の所有する高土地から B の所有する落と土地に土砂が流れ込む恐れがある場合には A が事故の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても B は A に対し落と土地の所有権に基づく予防措置を請求することができると。いわゆるこれ物件的請求 の問題で物件的請求について物件的妨害予防請求物件的妨害予防請求は別にいわゆる今回の災害のようなですね天災でもってこの自分の所有する土地に土砂がの流れ込む恐れがあるような場合であってもですね物件的請求というのは主張できたわけで別にその相手に故意過失や責任能力まあこの行為を弁識する能力というところについてはねちょっとまだ不法行為しっかり やっていませんでしたけれども、それでも特に天才であってもできたなということを思い出していただければ、まあウとエについては判断できたかなというふうに思うんですけど、この第七問目はウとうえだけじゃで正解できないんですよ。だからまあこれはあのバとねいうことで落としてしまっても仕方がないよという問題にしました。で次第八問目第八問目は即時取得についての問題、即時取得についての問題で。 あの講義で解説しているのは「あ」と「とというですあ善意無過失は引き渡しを受けたときに「善意無過失じゃなきゃだめだよっていうね「あ」そして「い」えー「即時取得の要件である平穏公然善,善意無過失は即時取得を主張する側で立証する必要はなかったんですよね、えー。ということが分かっていれば判断できた「い」で続いて「えー、う」ねえー「未成年者と 取引をした直接の相手方については即時取得を主張できないという「う」この三半紙、抗議してますよ。で「あ、い」「う」だけで実は、えー、5番が正解もっとちょっと「あ」と「い」だけで5番が正解だということが分かりますのでこれは取りたかったな第8問目は取りたかった問題だということになります。 じゃあ次第9問目、まあ、ちょっとあの全部やるわけにいかないのでちょっと少し急ぎますが9問目はね総理関係の問題ですごく正当率高かったんですけどちょっとね逆にこれは落としてしまってるんじゃないかなと思います。 っていうのもこれ5番抗議してなかったんですね抗議してません、えー、いわゆる林地との境界の付近において建物を築造するために必要な範囲内で、えー、土地の所有者が林地の使用を請求することができるこれ平成5年の16問目の「お」で出てるんですがそもそも平成の13年以降の問題でやってみるといいよって言ってたた以上これはあの、えー、判断できなくても仕方がなかったというふうふに思われますのでこれ罰にしましまた次、第10問目。 でも共有についての問題で10問目は「い」と「う」「い」と「う」は抗議してます、えー、いわゆる建て替え金についての管理費用の建て替え分を共有持ち分を取得した買い、えー、受け人に、えー、請求できますよの「い」そして「えーあのー、う」は「 同意がなくとも自己モチブに手と拳を設定することができる「よ」の「う」「い」「う」でさんが正解だと切れますからこれは正解したかった足ですね。次11問目 <laughs> 11問目11問目知恵権に関する問題でこれは「あ,あいうえを」全部の足解説してます。でで,すので、す、え、のー あの丸というねあの正解に達していきたかった問題ね十一問目は知恵権ぜひ正解したかったですよじゃあ次十二問目、えー、正答率は一般的に高かったんですけどこれちょっと皆さんには無理だと思いますあ正解してたらもちろんね俺すげえと思っていただいていいんですけどそのあとは解説したと思います。えー ああそそうかそうかだね留置、まあね、的効力を有するのは留置権のみである、ねえー、それ罰ですよね留置<ん>的効力は7権だってあ,あるわけですから、えー、これは7権のことを考えていただければ7権もあるから罰だなと。でいい<ん>、えー、これベテラン勢が皆さんやらかしてるんですけど民法の規定する薬剰担保物件薬剰担保物件って7権と低都、えー、権しかないですから,からいずれも優先的弁済的効力を有するのはこれもちろん丸なんです。 この「あ」と「い」だけで実は。えー あの切れたのかというと、これ切れないんですね。プラスおまで、軸足だったんですけど、ちょっとおは皆さんにはっきり解説した覚えがなくてですね。外しました。おが判断できれば、正解に達したと思います。ただ、おがちょっと解説、要するに金銭債権がまだ発生していないのに。将来発生する金銭債権を担保するために、今抵当権設定契約だけ先に。契約することができるかという点。もちょっと解説した覚えが、ちょっと私、ちょっと記憶が定かでなかったので、これを抜いた。 なので、えー、正解できなくても、これは仕方がない問題とさせていただきます。じゃ、次、十三問目、十 <laughs> 三問目、留置権についての問題です。で、留置権の問題、これは十三問目、あ、い、だけで、実は一が正解だと切れます。あ、ね。留置物の所有者である債務者の承諾を得て、えー、留置物を第三者に賃貸してしまうと。あの、承諾をえ、えー、得て賃貸した場合、その賃料を。 自分の懐に入れられるのは不動産7権留置権は自分の懐に入れられずに債権に充当していく。あは丸です「すい留置権者が留置物の所有者である債務者の承諾を得ないで留置物に7権を設定した場合には債務者は留置権者に留置権の消滅請求をすることができる」。勝手に あの7件に設定しちゃった勝手に担保に入れてしまうとこれはあ消滅請求の対象になるよとでお話してますこの「あいい」だけで「1」が正解だと切れるから、まあ、あの正解したかったなというのが本音のところです。 まあもちろんあれですよ、正解できなかったからといって来年の合格との相関関係ないですよ正解できなかったんだったらね、あのこの1年間で知識正解できる知識を身につければいいだけなんであんまりあのちょっと自分を責めたりとかしないでほしいんですが、まあ、どんどんいきますと14問目、えー、これはあの講義で説明したのが「うと」うとお「お、ね」ですから定答権設定当時から高土地に設置されていた石道路。 はい、これ重物だってことままず気づきましょう、ねえー、定等権設定当時から置かれていた石灯籠は設定当時からあった重物には定等権の効力が87条に根拠に及ぶという話は講義でやってます。よって石灯籠は定等権の効力が及んでるのに不法で搬出しようとしている場合は定等権者は搬出をするな、ね、というふうに搬出の禁止を求めることができる。丸丸ですよね丸 でこの段階で「う」を選んでいる3か5かということになってきてで続いて「 えー o、を見ていくと A の抵当権が実行され D が競売によりコート中部を落ちた建物を買い受けた場合買い受けの時から6か月を経過する時までは C はあ落ちた建物を D に引き渡す必要がないいわゆる「あけ渡し猶予期間」の問題です、ね。6ヶ月間はとなると「後をだけで、えー「あと」じゃない「う、えー」と「ごめんなさいうとをだけで5番が正解ということが、ね、これ切れていきますので。 え、14問目は正解したかったなとね。いうことになっていくわけです。さあ、続いて15問目15問目はこれは無理。これはあの譲渡担保についての判例問題ですから、抗議ではお話ししてませんので、15問目はあの解けなくてえ全く問題ありません。次16問目差額小売取り消し。 これはあのぜひ正解したかったあとを、でもこれね、ベテラン勢が皆さんのきなみ間違えてるんですよ、説教しました、私、昨日 <laughs> 昨日も名古屋であ、おととい名古屋で、昨日は横浜で、なんでこれ取れなかったのなんて言って、説教したらすいませんとか言って、ね、しゅんとなってたんで、あんまりあのせめちゃかわいそうだと思ってあれだったんですけど、でも取れなきゃだめな,な問題だったんですね。あがね、非保全債権が発生しかつ、その履行期が到来した後になされた行為でなければ、これについて、差外行為取り消しを行使することはできない。 えー、差害行為が債権発生のあ、えー後,ね、後になされた差害行為であれ,あれば取り消しの対象になる、ね。お金を貸した後に債務者が、えー、なけなしの財産を贈与しちゃったみたいにね債権者がお金を貸して貸金債権を取得した後に債務者が全財産を贈与する。 とかいうその債権発生の後に差害行為が行われることという要件は皆さん覚えていらっしゃったと思うんですがその要件をしっかり覚えておけば利効期なんか到来する必要なかったよねっていうふうに、ねえー、つながってくるはずなんですね。 で、まあまあでも、正直一回し目で、その履行期云々の話は一言もしてないので。まあ一応抗議で話したというふうに書いてあるんですけど。まあ、ちょっとそう履行期のことが含まれちゃったから、自分切れなくなっちゃったんだって言われたんだったら、あ,あ、それは。あの仕方がないねと、いうふうに、言えるかと思いますから、まあ一応抗議で、あの。触れたことは触れたんですけどね、まあちょっと難しかったかもしれません。でも、そうであったとしても、王は絶対切りたかった。金銭債務に対する弁済については、過大な大仏弁済である場合を除いて。 差外行為取消権を行使することはできないえ一部債権者と通報の上弁済したっていうのが差外行為に当たるっていうのは講義でやったと思いますだからこれは判断したかったなと、まあ、ただあが難しかったんだったら、まあ、罰でも仕方がない問題だとは言えますじゃ次17問目弁済これはちょっと無理かな、えー、講義で解説したのは「い」だけですよって解けなくても結構ね。 第三者弁済禁止特約をした場合には利害関係を有する第三者でも第三者弁済できないよというね講義でお話したのはいいだけということになります。次十八問目解除の問題これはねあの講義で解除は本当に急いで時間をあまりかけませんでしたのでこれは講義でお話ししたことありませんから解けなくても構いません。次十九問目。 これあの問題としてなんかつまんない問題で委任契約と請負い契約の横断整理の問題かと思いきや委任契約の知識型問題だった請負いの話はどこ行っちゃったのっていう請負いについては全く聞かれてないというなん,かなんか残念な問題なんですけどこれ、えー、受け負いじゃないかな委任については講義であの足の19問目は EUO は、えーね、コメントしますよ。 委任契約は「様式契約」っていって、えー、形式上の決まりごとを、ね、踏まないと成立しないとかそんな契約ではありませんから書面でする必要はありません。で「う」「委任契約」は無償が基本で特約によって優勝になる。ね、ううが丸。で このの契約は当事者のいずれかが貢献開始の審判を受けた場合には終了するこれはまあ代理のところの代理の消滅原因でもやりましたし委任契約は受任者あの役割を応せかった方の受任者が後見開始の審判を受けたら終了するけど頼んだ方が後見開始の審判を受けたところで委任契約は終了しないこの3菓子で実は4が正解ということは切れますのでね、まあ、正解したかったなというのが願望ではあります希望ではあります。 で次20問目、えー、ここから先相相続法相、えーっと、親族相続法についてはなんせ、ね、講義1回ちょっとしかやってませんから、まあ、ちょっと難しかったと思います二20問目は講義でコメントしたのが「まああ、いい」がかろうじてやったぐらいで、まあ、一応、「ああ、いい」だけで3と切れるから、まあ、20問目は正解したかったんですけど21問目は認知については「あ」と「う」は、まあ、ざっとコメントしたぐらいです。 でしっかりとやったというかざっとお話ししたぐらいなんで、まあ、一応会うだけでね、えー、正解があ3と切れるから一応丸にしましたけどなんせ親族相続はほら巻いちゃったので私もそうあの本当に申し訳なかったと思うんですが、えー、歩行の21回目でね非常にスピードが速かったので、まあ、十分、えーえー、吸収できたとは言えないでしょうからそうだったら罰でもしょうがないですよしっかりもう一回二回し目でやりますから、えー、そこはお約束します。で22問目は、えーえー、無理ですね。医師お話ししてませんのでで正解できない で続いて、えー、23問目相続人不存在についてはちょっとこれ、えー、難しかったのであの、まあ、かろうじてね4番、えー、異の登記異臓を原因とした所有権移転登記をするってことに気づければ相続財産法人への名変登記をする場面じゃないなという思考回路になったんですけど、まあ、ベテラン税でもそういう思考回路は難しかったようでね、えー、皆さん落としてましたから、まあ、これはしょうがないと思います。 さあでは以上民法の分野に関して言うと、まあ、一応、講義でやったことによって取りたかったのが4問,5問4、5問1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 12問、12問がちょっと取りたかったなというところにはなってきます。 じゃあ次解次会社法に行きましょう会社法27問目で27問目がねこれはあの私、検証会でも説教した説教してしました皆さんなんで取れないの、これがって言ったと思うんですが27問目は実は皆さんも取れてよかったんですよ難しかったんですけどね「い、えー」と「う」これはぜひ正解するために正誤判断してほしかった、ね「い,い」は、えーあのー、現物出資の金額と財産引き受けの金額足して500万円以下にならなければ奨学財産の特例は使えない。 そう講義で話してます2400万になっちゃってる以上もこれ学財産の特例は使えないんで,すで2000万の高土地については検索の調査を省略するための監査法人の、えー、価格の相当性の証明を受けても400万の落ち建物については、えー、監査法人の証明なんかを受けたという記載がないそうすると400万の落ち建物だけ残っちゃう形になるんですが、えー、これが500万円以下だったら検索の調査を省略できるというそういう問題じゃな,なかったんですね。でえー、合計で500万円以下じゃ ないと調査省略はできませんからこれはあの足の位は検査役の専任申し立てが必要で丸だったんですでうもこれ講義はでコメントはしていますいわゆる募集設立の場合に設立時募集株式の引き受け人が金払った人が出現しちゃったらもはや定款変更は、えー、創立総会でやらなきゃいけない という内容これ講義でちゃんと裏取ってきましたのであの講義で話してましたので、ね、こういったところで意図をうだけで実は4番が正解と切れた足だったんです。ですからこれは正解したかったなというのが本音のところです。でもね現役の、あのー、今年命かけてるような受験生ですらもこれはあんまりできなかった27問目は、ね、57.9%、えー、ということで60%ー割り込んでいましたので、まああのー、皆さんが間違えてしまったとしても、ね、さほど深刻にへこむ必要はないとは言えます。 じゃあ続いて28問目、えー、これは「あ,あとへ」としか話していませんからちょっと無理でしたねで29問目、えー、これも「あ」についてはぜひ正解してほしいこれを軸足にしてほしかったんですよだけども「1」か「2」かというところまでは切れたけど「お」についてのコメントを講義でしてなかったのでちょっと正解には達せなくて仕方がないかなとただ「あ」は皆さん判断できました これ新株予約権の行使の際に出資を要しない旨と定めることは絶対できないって解消でやりましたよね行使は絶対無償はありえない発行時には無償はあっても行使時には無償はありえない,、ね、い話は講義でしてますから私ちゃんとあの音声データ確認しましたから自分が講義解説してるからね「しましたよ」とか言ってしてなかったらちょっと申し訳ないんで確認したらちゃんと言ってましたのでねこれは判断は少くなったもん「あ」についてはしてほしかったさらにお「お」が判断できれば答えられた問題と言えます。 さあでは29問目が以上で30問目は、ちょっとごめんなさい、えー、利益相反の任務決定責任をお話ししてませんでしたからこれはちょっと無理だなで31問目は、「あ」と「う」については解説しております。えー、これ 監査役の監査対象は取締役のみならず会計参与の業務も監査する講義で話してますよそれと、えー、監査役全員の同意によって会計監査人の解任ができるこの「う」により「1」が正解だということが切れますのでこれは唯一、ね、正解したかった問題ということになっていきます唯一というか31問目は取ってほしかったなと。 で32問目、持ち分会社は抗議していませんですからあ、ま、もう32問目からあ32問目は無理33問目、謝罪についてもコメントしてないのでこれも無理ですねで、えー、34問目、九州合併はまあ一応抗議はしたんですけどなんせ問題が難しかったので34問目は午、ね、前科目で一番正答生徒率が低かった問題なんです、えー、34問目は生徒率34.3%いわゆる合否に影響がないレベルです、えー、間違っていい問題だったので、ね、これはしょうがない。 35問目はもうね、何これっていうねあの、行政書士の受験経験があった方は取れたようなんですが、あのちょっと私もびっくりしましたよ、えー、35問目、上億が来るなんてね、ちょっと正直驚きまして、ただね、これ、スーパー公開模擬試験の特典動画で、実は講義してたんですね、なので、そこを聞いてた方はあ、皆さんはあの聞いてらっしゃらないと思うんですが、スーパー公開を受けた方に特典動画で、この上億について講義を私がやってたんで、なんかそういった意味では正答、正当率上がっているのは、正当率が結構高いのは、 そういったことも良かったのかなとは思いますが、まあ、来年は是非ね当てるようにしますのでね、えー、これは取れなくても仕方がないじゃあ5号科目いきましょう5号科目1問目から11問目はちょっと割愛させていただきます。で 不動産登記法なんですけどもうね不動産登記法はあのレベルとしては簡単だと言いましたが皆さん、過去問やってないじゃないですかだからね正直ね過去問の軸足というのが使えなかったと思うんですよって、えー、これ不動産登記法については算誕たる結果でいいです、ね、もうこれから伸ばしましょう、ね、で皆さん、ひな型を今の段階である程度覚えてるっていうのがすごく、えー、あの貴重なことなんですね。で今ここううう言っっっちちゃななんですけど他のののクラスがこうだからっていうのを言い方ちょっとするの嫌な ですけど、まあ他の空き生のクラスって今ね。何やってるかというと、今ちょうど他の空き生のクラスは何をやっているかと。ちょっと待ってくださいね。空き巣はね。不動産、東京の中盤ぐらいまでなのかな？普通の空き巣の方たちは、え？ー 不動産登記法,、ね、法の、えー、中盤からあ後半戦をようやくやっているような状況だから今一生懸命皆さんあの普通の秋生の方はひな形を覚えているんですよでそれを皆さんは不登法のみならず小投法のひな形もある程度は、ね、覚えていらっしゃるというのがどんだけ強いことなのかということが、ねえー、アドバンテージとしてもう胸張っていただいていいので不登法の過去問をやってないからほとんど取れなかったし仕方がないです仕方がないのでそうへこむ必要ない。 行きましょうか13問目の足の絵、えー、これは判断できたかな13問目の足の足絵、えー、相続財産管理人が申請する相続人不存在を登記原因とする所有権登記名義人の氏名変更相続財産法人の,、えーえー、の名変登記の時に、えー、相続財産管理人の氏名が登記記録に登記されない。 相続財産法人の名義になるだけで相続財産管理人の名前は登記録に出てこないというのはぜひやはり判断はしてほしかった、ね、という足ですしそれからあ19問目のあ18問目の「あ」。あ えー、不動産の共有者である所有権登記名義人の全員が3年間共有物の分割を禁止する旨の定めをし当該定めを追加する旨の所有権変更登記を申請するときは当該登記名義人全員の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。 これが罰だってのはやっぱり判断できなきゃいけない、ね。だって、権利者兼義務者、共有者全員が権利者でもあり、義務者でもなるんですよね。そしたら全員が義務者でもあるから、印鑑証明書は全員分必要なんです。ですから、足の輪はやっぱり判断しなきゃ、判断できてほしかったし、19問目の絵とを、19問目の絵を えー、19問目 A がコーク2番およびコーク3番でそれぞれ所有権の持ち分を2分の1ずつ取得し A を所有権登記名義人とするコ土地についてコ、えーク2番で登記された持ち分のみを目的とする定当権設定登記をお申請するときはコーク3番の持ち分を取得したときに通知された識別情報の提供を要しない。 いいですか2つの枠に分けてそれぞれ1/2ずつ2回に分けて取得した A さんが工区、えー、2番で取得された持ち分だけを目的とする定当権の設定をする時にはその義務者として提出する識別情報は2番でその1/2を取得した際の識別だけを持っていけばいいんですよ。 所有権全部に定当権を設定するんだったら2番のものと3番のもの両方持ってかなきゃいけないんですけどこれ2番の2分の1だけの持ち分上の定当権ですから2番の時だけでいいねだから A は丸で19問目「をこれもお判断したかったな、え。ー 高土地について A を定当権者とする順位1番の定当権 B を妬当権者とする順位2番の妬当 C を妬当権者とする順位3番の定当権の設定登記がそれぞれされている場合において C の定当権を順位1番 A の定当権を順位3番とする順位変更の登記をする時この時順位が上がりも下がりもしない B さんは、えー、申請人として含まれましたよね。 申請人として含まれたから、えー、そして、えー、申請人全員の識別情報が必要なのがいわゆる順位変更の特徴だったので B に対して通知された識別情報を提供することを要しない、ね、これなんですよ全員の識別情報が必要だからと,、ね、ということで、えー、この「A と「O は少なくとも「丸バ×」というのは、ね、切れてほしかった足ということになります。でさらに「欲」を言っちゃうと「欲」を言っちゃうとこれ本当はそれさらに、えー「い」までできればね 今でできれば実は「意と「へで正解が達せるということになるのでまあ本当だったらね「意というのも言いたいところなんですが、まあ、今は「え」と「をのみとしておきます。で20問目については正誤判断してほしかったのが「あ」です。ああですね A については A および B が表題部所有者である所有権の登記のない不動産について A の死亡により C が B の死亡により D がそれぞれ相続人となったときは C は単独で C および亡き B を登記名義人とする所有権保存登記を申請することができる。 あ、ちょっと待ってね。これ話してないね。あ、ちょっと待ってねこれ話してないね。ああああ今読んでて思ったんですけどごめんなさい。これこれごめんなさい。5色7え20問目のああって嘘です。嘘です。これあの今私読んでてたすき掛け保存ってやってないですね。たすき掛け保存の話はこの一とまちこぎでやってなかったね。失礼しました。ああはごめんなさい。これなしなしということは一足もやってなかったので、なしというふうにごめんなさい。ちょっと今訂正させていただきます。さあで,であとはもう24問目24問目がいい上。うえ 24問目が EO か EO、低等権または寝て等権24問目 EO、おつく1番の A で登記された低等権の登記名義に A, A がおつく1番 E で登記された低等権、登記名義に B に対して低等権の順位を譲渡したとき A および B は共同して低等,、えー、等権の順位の譲渡の登記を申請することができるとね。ね これはの同順位の定当権間で順位の譲渡ができるよというのはまあ一応講義では話しているんですけど、まあ、ちょっと難しかったかもしれません。でそれよりも、うのところ A をね定当権の登記名義人とする元本確定前のねていについて B への分割譲渡の登記を申請するときは申請情報の内容として提供する極度額は B をね定当権の登記名義人とするね定当権の極度額で足りるこれはひな形一生懸命覚えてた人には、えー、判断できたはずですよ。これ、えー、現 定当権の譲渡後の極度額も合わせて、併記しなきゃいけなかったんですよね。だから、ここ雛形の問題です。だい、うはばつだとね、いうことが気づいて欲しかった。で、えー、さらに、えー、おのところですね。共同値抵当の設定と、きやされている高土地及び乙土,土地について。 極度額の変更による、値、えーねね、定当権変更登記の申請をする場合において、その極度額を変更する契約締結日の翌日に利害関係人が承諾し、さらにその翌日に、あ高,高土地の利害関係人が承諾し、さらにその翌日に大津土地の利害関係人が承諾したときは、当該値定当権変更登記の申請は、1の申請情報ですることができない。 いわゆる原因日付が共同値定当権の不動産ごとにずれてしまっても1枚の申請書で一括申請することができるよという論点です。これも講義で、ね、ちょろっとお話をしているので「まあ、う」と「お」だけで4が正解って分かりますから、まあ、この24問目は唯一一、まあ、回し講義で、えー、解けてもよかったかなという、ね、問題。ただ 過去問やってませんから何いまそうは言ってもね、講義で習った内容とこういう堅苦しい文章、を初めて見る文章とでこれ、講義でやったよなっていうのがね、えー、なかなか連想できなかった方も多いと思うので、まあ、一応、唯一24番目は取れてよかったかなという問題なんですけれども、まあ難しかったと思います、それ以外はもう信託、新宅仮登記、登録免許税、印鑑の提出等々、これは、えー、講義、そもそもやってませんので、無理だったと思います。では続いて、えー あの消灯法に入りましてまず28問目は印鑑の届け出だからやってないでしょで29問目は「う」だけしかコメントしておりません、えー、いわゆる設立の定款交渉人の認証を受けた後に定款を変更をしていくと基本的には交渉人の再認証が必要になるよという話は講義でしてますだから「う」が×だということは判断してほしかった。 で30問目、問目ちょっとあちちっちこっのどんどんいっちゃって申し訳ないんですが三十問目は、えー、足の「い」足の,いのところですね。これは <coughs> えー、普通株式2000株のみを発行している会社がその発行した償還期の到来していない社債を目的としかつ募集事項の決定の際に当該社債の価格を800万と定めていた場合において、えー、募集社債を引き受けようとする者が募集にかかる普通株式200株の総数の引き受けを行う契約を締結したときは検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類を添付しなければ、えー、募集株式の発行による変更登記の申請をすることができない。 ああまあ一応。 まあ社債っていうところで引っ張られちゃうとちょっと難しかったか、あの有価証券の特例のお話をで、ね、使ってなんとかで、ね、この話はあの足切れた人もいたかもしれないんですが、んちょっと足のいがまあ一応講義で説明したか否かと言われれば説明したんですけど少し難しかったかなちょっとそれよりもウに行きましょうウえ普通株式2000株のみを発行している会社がね、えー、30問ですよ30問のウね普通株式2000株のみを発行している会社が え製造機械を出資の目的としかつ募集株式の決定の際に当該機械の価格を500万と定めていた場合において募集株式の引き受け人に対し新たにその発行する普通株式200株及び自己株式50株を割り当てるときは検索の調査報告を記載した書面及びその付属書類を添付しないで募集株式発行による変更登記の申請をすることができるまあちょっと自己株式50株の割り当てとかいうのは抗議してませんけれどもこれいわゆる500万と定めていたんだったらストレートにあ少額学財産の。 特例を使うことができるなっていうのは説明してますからこの「う」「少学財産の特例使えば検索の調査いらないじゃん」っていうので少なくとも「う」は判断したかったなと。ただ えー、そうは言っても「い」いがねちょっと話してはいたんですけど難しいんで、まあ、一応「丸になってますけどちょっと言い過ぎたかな「丸というのはちょ,ちょっとやりすぎかなとね「えー、い」は少し難しかったのでね「できなきゃいけないよ」とまではちょっと言えないかもしれませんごめんなさい「丸になってますが。で31問目に行きますと これはちちゃんととお話ししました、e, U, A, ちょっと長いから全部読みませんけども少なくとも「い」と「う」だけ分かれば5番が正解だと分かるので31問は取ってほしかったなというふうには32解散後の状況は消灯法では取り上げてないからできなくていい33問目もこれ、えーえー、ちょっと「え」と「お」しかコメントしていないしさらに難しいから解けなくていい。 で34問目は特例有限やってないから解けなくて当たり前ですし35問目も持ち分だからやってないので解けなくて当たり前って、ね、ということで消灯法については、まあ、31問目ぐらいかな31問目は、ね、できるといいなというぐらいだと思います。さあではあのちょっと時間もあるので記述式の方に移っていきますがこれね皆さんあの記述式をちょっと全部解説するのは無理なので、えー、記述式についてはあの模範解答を渡してますよね。であの 合格者はどんな感じかというのをお話します、今年の合格者はこういったところを正解してこういったところを落としてでこれが合格レベルだよさっき言いました、択一の基準点両方とも突破した人ね、択一の基準点を両方とも突破した人が、えーえー、記述の採点に残るんですけどその記述の採点に残った人たちの上位半分の人たちの出来っていうのを今からお話しますね。で、えー 上位半分に入るためにはあどこができていなければいけないのかというところです。で逆にちょっとできているところを色付けていくんじゃなくて、上位半分に入るためにあの落としてもいいところをちょっと色付けていきます。で落としてもいいところを落としてはいけないところを、ね、ちょっとコメントしていきますね。まず、えー、記述の基準点落ちをしないためには、だから合格のためには記述の上位半分に入っていかなきゃいけないんですが、えー、記述の上位半分に入るためには、 枠ずれが今回命取りでしたでも枠ずれしたら結構あの記述の基準点いかない可能性が出てしまうまあショート法が完璧っていうのったらまあ大丈夫だと思うんですけども、えー、枠ずれしてもねでも枠ずれというのは今回本当に命取りになってしまったのでまず少なくとも枠がずれてない今回は数字相続だったので、えー、まず つかささんのこの相続人と相続分が必ず合うこと相続人と相続分を間違えていないことというのが合格のためにまず必要となってきます。そして、えー、次に数字相続であきこさんの持ち分が直系存続であるお母さんの春子さんに、えー、相続されるというこの2枚目の相続登記もぜひかけてほしかった。 そしてえ次に第2欄この共有者全員持ち分全部移転これを所有権移転とやっているえ合格者が合格者というかあのえ実力者が結構いらっしゃるひな型の問題だろうとねいう,ふうに思うんですけど結構皆さんやらかしてるねなんかそういうい共有者全員持ち分全部移転というのを失敗しないことそれからえあの失敗してもいいのはここです。 民事大輔の承諾書とこの登、ね、記原因証明情報の中の成ここ、ねえー、年後見監督人の承諾が得られているっていうここら辺は皆さん、えー、落としてますので、あのー、できなくても全然大丈夫というラインになってきます。 であとね登記原因を書かせる登記、えー、原証明情報の文章を作文させるこれ、皆さんには抗議してませんから、一回し目で,でこれ、二回し目のところでちゃんとやっていきますのでこれは今、皆さんね、あの書けなくても仕方がなかったですよ、それからね、あの今年ごめんなさい、地上権が出ちゃったんでね、せっかくの一回し講義の担保権があまり生かせなくてあれだったんですけど。えー この地条件については正直皆さんにお話ししてないのでね書、えー、けなくても仕方がないかなと思うんですがその記述の基準点に行くという観点から言うとこれを完,完璧に書いていいいてかかななと実はいけなかったんですねで,ですからこういった存続期間とか落としちゃったりとかそもそも登記事項をちゃんとね覚えていなかったりなんかした人はちょっとかなりのお限定されてしまう可能性がある、ね、あとこの区分とか書いちゃった人なんかはねかなり限定されちゃうよなんていうふうに言っています。 であとは次に2番地条件、寝定当計設定でこれも地上件への寝定当権設定というのは皆さんちょっとやってなかったと思うんですけど少なくとも皆さんにかけてほし書いてほしかったのはこの、ね、寝定当権の,、えーね、の内容、ね投機の内容ここを書けました 銀行取引手形債券小切手債券ってかけてない実力者が結構いてなんで君間違いのそこっていう,いうようなあのことを何回か個別面談で言った記憶があります実はね問題冊子のところにこう書いたんですね非担保債券の範囲銀行取引による一切の債券 おつが第三者から取得する手形上小切手上の債権と書いてあってこれをまんま移しちゃった人が出てきたというね、そうダメでしょ移しちゃう、でから必ず銀行取引と手形債権小切手債権にしなきゃいけないよっていうのを結構 S S 判定とか取ってる人でも間違えているので、まあそれはひな形の問題だよねっていうんで、あの皆さんね、えー、あのー、気をつけようねっていうことはお話ししました。 であとはこう地上権者に認定都県を設定するので印鑑証明書を添付してしまうと大幅な減点になったものと思われます。ですから、えー 今回、ねあの、不登法で、えー、本当に落としてもいい,い,いよっていうのはこのか民事大輔の承諾書あたりだけだったんですね。結構皆さん軒並み20点台後半から30点ぐらいは取っているというふうにですね、えー、自己申告してくる方が結構いらっしゃっただから不登法の記述は実は簡単だった年ということになります。ただし、えー、ちょっとねあのー これは皆さんに言ってもあれなんですけど、皆さんに言ってもあれなんですけど、えー、皆さんに言っても本気で受けたわけではない年だったとも言えるのでね、ちょっとそのどうかなと思うんですが、えー、記述の採点の仕方ってね、まず全員記述の採点残った人の採点をしてから、後から配点するんですよ。後から配点決めるの。後から配点決めるので、えー、差をつけるために、そのある箇所の配点をものすごく高くするんですよ。 傾斜配点だからみんな同じような横並びの点数になっちゃうと上位50%を分けられない上位50%の方とそうでない方を振り分けられなくなっちゃうのでどうするかというと傾斜配点っていって。 ここの配点、まあ例,えばね、こ例えばこの1枚目の相続分と相続人の配点をぐわっと高くしてそこを間違えた人はマイナス10点引いていくとかねいうようなそういう傾斜配点とかをして差をつけようとするっていうことを、えー、差がつかない年にはやるんです。で、そこのお、えー、そういう配点を今年やるとしたら多分ここだと思います。このの枚目の相相続続人と相続分を間違いとしてはかなり原点される であとはあのあのずれた人をかなり減点するとかねでそれからそうやってもし大幅に減点されるとしたらこの1枚目2枚目の相続分相続人、ね、えとあとはね、えー、ここねさっき言いましたこの共有者全員持ち分全部移転をやらかすと大きくマイナス3とかマイナス4とか普通一箇所間違えるごとにマイナス1とかなのにここは大きく減点していくとかね。でえーさらに あととは、えーまあ、ちょっと皆さん分かんなくてよかったんですけどここに区分って書いちゃった人を大幅に減点するとか、えー、あとはあ区分地条件を設定する時に栄液権者の承諾書を持っていかなきゃいけなかったんですがこれを書いてない人を大幅減点するとかね。 あとはこの最後の2番と書かなかった人を大幅減点していくそれから印鑑証明書をつけちゃった人ね印鑑証明書をつけてしまった人に大幅減点していくとかいうようなですね形で差をつけるんじゃないかななんてことは、まあ、勝手なことを予想してますけれども今までの皆さんの答案用紙を見てきてね感じたことですじゃあ商業統計法の方に行きますと商業統計法が難しかったことし。 ね、あの商業登記法も実力者もボロボロですよずたもうずたボロで。もうあの 何人、あの、泣かせたか、わかんない、泣かせたかって別、別に私が泣かせたわけじゃないんですけど、まあ、私とか持ってきて、まあ、もう、もう悔しくして悔しくしても、もう、もう泣くの。ちょっと昨日、あの、ちょっと、あんまり一緒ないんですけど、とある本校で。私のお父さんと同じぐらいの受験生の方に、あの、泣かれた日には、ちょっとどうしようかと思って、こちらまで切なくなってしまったんです。で、なんで悔しくて泣いてるかというと、もう、なんで四倍ルール気づかない。いいですか、あのね、実はこの第三欄、第四欄、これ公開会社になると。いわゆる四倍ルールがね、必要になってくるから、四倍ルールを満たして。 ないので、えー、公開会社つまり譲渡制限を廃止できないというのが第3弾第4弾の大きなね、えー、あのやあの論点だったんですけど実はねなんと記述の基準点に残った人の4割がかけてないんですよ4割びっくりしました私も、えー、記述の基準点に残った人っていうのはだから午前午前後とも卓越がある程度でできた人ですよその4割が、えー、この4倍ルールに気づけてないんです。 でさらに、記述の基準点に残った人ていうか記述の採点に残った人の3割が監査役会と社外監査役をかけていませんですからえ、今年はこの4倍ルールと監査役会社外監査役の判断をともに落としても全く問題ないいと思いますえですので逆に言えばできたんだったら相当な過程になるということです。 みんながやらかしてるのは、ね、まずここね社外性の判断を皆さん落としてます、まあ、これはしょうがない皆さんもできてなくてしょうがないですよ生産人だったり会計参与だったりすると社外監査役の要件を満たすのか満たさないのか講義で私も話してませんからこれができなかったのは仕方がないと思いますであとみんなができてないのはここ住人だってこと、えー、まずー定款変更して監査役の任期を通常任期に変更してますよね そうすると人気満了退任 C さんは、えー、人気満了定款変更で任期を短縮したときに任期満了、退任となるので、ねえー、定款変更で任期、えー、を短縮したときに C の任期満了、退任が起こるのでその株主総会でもう一度 C を選んでますから C が10人になるというのを多くの実力者が気づけてませんだからこれは落としてもしょうがない。 そしてこの監査役会設置になるというのが判断できなかったって、ね、これも結構いろんな人が落としているて、ね、であとは、遠業を間違えちゃってるっていう、ね、人が結構いらっしゃいます遠業を間違えてるっていう人が結構いるそれから第2弾に関して言うとみんながやらかしてんるのがここ支配人の代理権消滅これを気づけない、ね。 要するに大統領として就任した B さんが同時に支配人を兼ねているとなると支配人として残しておく必要がないので支配人の代理権消滅その時にここ B の辞任と書けなかった人が続出していますただ、これは代理権消滅と書いてしまっても多分、点はもらえますだから、こことにかく支配人の代理権消滅に気づけたかどうか気づければ相当な加点になるということです逆に書けなかった人が減点になるんじゃなくて書けた人が加点になる。 えー、そういうい箇所だと思われますあとはねこの第3弾第4弾もしこの第3弾第4弾がともにちゃんとできていたら相当な加点になる可能性がありますね。でえー、よって、あのー、今年かなりの方が、えー、この4倍ルール気づかずに監査役会社外監査役あのー、間違えたという方が、えー、いますので。 逆にそこを間違えても基準点例えばさっき37とかね予想しましたけど37点ラインにちゃんと乗ってくる可能性は高いということです。監査役会間違えた社外監査役間違えた支配人の代理権消滅間違えた4倍ルール間違えた今まるで囲ったん全部間違えても第3欄間違え第4欄間違え支配人の代理権消滅間違え社外監査役監査役会全部間違えても不当法で枠がずれずに先ほど言ったね 区分とか余計なこと書いちゃったりしてなくてこういったミスやっちゃダメだよのところをちゃんと回避していれば合わせて40点にはなったと思われますが40点40点っていうのはさっきほど言ったこの記述の基準点37点ラインを超えてくるんですね。 なので、えー、結構大きくやらかしてもお消灯法は今年大丈夫な年だったというふうに判断できるということです。さあそれでは、じゃあこれがあの今年の法試験の、ね、総括なんですけど、えー、じゃあ皆さん、えー、今年、ね、受けられていろいろ感じたとあると思うんですがで皆さんの本星は来年ですから来年に受かるためにこれから先どうやって勉強していけばいいのかをじゃあ具体的に説明していきましょう5ページ、レジュメの5ページ見ていただきたいんですけど、えー、今後のお講義のポイント。 えー、一回し目で解説した箇所というのを二回し目でも一応触れようと思ってますなんですけど二回し目で一回し目を完コピしたらそれはあの時間なくなっちゃうんですよ。 結局二回し目でやらなきゃいけないところを取り上げられなくなっちゃいますから、一回し目のね、えー、講義の復習をして臨んでいただきたいんです。で復習というのは毎回毎回、例えばえレックに来る電車の中で一回し目でやったところチェックしてますよね。チェックしたりした箇所だけでいいです。一回し目でチェックしたところを、えー、読んで、えー、レックに来る、ね。毎回毎回のはいいですよ。あのまとめて民法全部見るじゃなくて、あの今日の分、で次回はここら辺まで行きますよってコメントしますから、次回はここら辺まで っていう,ふうにコメントしますのでそこの部分を少なくともレックに来る道のり当日でいいです当日ね、えー、一回し目でやったチェックの箇所を読んでくるなどの、まあ、予習というかね復習というか予習なんだか復習なんだかあれなんですがあのそれをして講義に臨んでいただくのが望ましいと思いますでその中でも本当に重要な制度趣旨だとか要件事実なんかはちゃんと二回し目でも触れた後、えー、一回し目で飛ばした発展的な箇所をコメントしていきます。 でここを本当に気をつけてほしいのがもうね今日もね個別相談行った人に皆さんに言ったんですけど、えー、と一回し目で触れたところがは二回し目で2度目になるねで二回し目で初めて触れたところは1度目になるんですよ。その要するに差別化というのを確実にあの頭に入れといてください確実に頭に頭入れるというかそれを意識してほしいだから一回し目でやったことは二回し目で2度目になるね。 2回聞いている都合ね、えー、2回聞いているで。ところが二回し目で初めて取り上げた内容は初めて聞くから1度目でそこの差別化つまりすぐ,にあすぐにというか先ほど言った通おり、ねえー、軸足となる基礎知識というのだけで午前28問取れたその軸足となる基礎知識全部とは言いませんけれどもその多くが実は民法などではすでに一回し目で抗議してる。 先ほどあの一回し目で抗議したかっていう、えー、検証をしたようにね抗議してますからその軸足の知識を軸じゃなくすような勉強をしてほしくないんです。ね、軸のまま記憶をとど、えー、めてほしいつまりそれが重要な基礎知識なんだってことをこれから二回しで初めて習う知識の中に埋没させないでほしいんです。 それを埋没させちゃうからベテラン受験生はどれもこれもみんな見たことある知識になっちゃってねこれも軸かなあれこれも見たことあるなこれも軸かななんて言って結局何一つ判断できずに軸足ねあのもう何が基礎知識なんだか分かんなくなっちゃいましたなんていうベテラン受験生がいかに多いかというのが非常に。 あの今回個別相談やってても気づいたことですですからそうならないようにね最初に一回し目で受けた知識と二回し目で初めて聞く知識の差別化っていうのをねその一色多にしないようにですからペンの色変えてもいいかもしれません二回し目で習ったところはここ、ね、でということと一回し目で習ったところはここ、ね、というのを今更ながら色分けするとかねいうような形で差別化するということはぜひやってほしい特に民法ね特に民法です、ね。 えー、民法ではああのそれを注意してくださいで不当法とか会社法になるとそもそも一回し目で持ち分会社とか社債とかやってませんからだからあ、えー、株式会社についてはそうやって一回し目でやったことと二回し目で初めて聞いたことの差別化っていうのは民法同様必要なんですけどそもそも一回し目でやってなかった持ち分特例有限社債、えー、商法35問目の部分あそこについては別に無理して色分けをする必要はありません。 不当法もそうね。信託仮登記、えー、総論あ、ね、あいたところは一回し目でやってないのでその差別化っていうのはあんまり意識しなくていいただ一回し目からやっていて二回し目でもやる箇所に関してはその色分けを皆さんしっかりしてほしいというのが、えー、お願いいしたいところです。それから丸に「過去問は二回し目の講義と並行して解いてください。でえー 特に不当法民法もそうだけど不当法足ごとではなくて平成13年以降分推論を除いてくださいもういいです推論は、えー、推論を除いて問題単位で合格ゾーンをやってください、えー、ブレークスに乗っている足レベルでちょこ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 やるせ要はない今日例えば代理とえあの条件期限やったんだったら代理と条件期限の問題やる、ね、そういうふうにもうやってみてくださいそしてえセルフレクチャーもおーあのー すでに一回し目からやってたと思うんですけど一回し目で抗議してなかったから解けなかった問題というのがあったと思いますね。あれが二回し目で解消していきますから、えー、セルフレクチャー抗議と並行してすべ、えー、て確認をしてください、ね、で、えー、一回し目から触れてたものは都合二回目になるね。ということでそこでもやはり差別化が必要です今、まあ、色分けはしなっていいけど、えー、差別化できるといいなと、ね で続いて、択一到達度チェックテストなんですがこれすでに皆さんのご自宅に届いていると思うんですけれども、えー、民法6回、不登法4回、会社法3回、消闘法3回、えー、これを1週間で1回分ずつの、えー、ペースで持って自宅で、えー、受,験受験をしてほしいんですで。1時間で20問解くという問題設計になっていますで。ちなみに、 これ範囲がすでに指定されていまして皆さんも持っているでしょうス,、えー、スケジュール冊子のところにです、ねあのー、実は範囲が決まっているんですね、ちょっとお見せしますねここに、ね、範囲表というのがもしあのなかったら社員さんに声をかけていただければコピーしてくれますからこのページ1回目は相続、2回目は物件なんてで一応、1週間に1度のペースなんですけどちょうど民法6回だから6週間という感じなんですね。 で6週間というこの期間ちょうど今後のスケジュール民法これ、生講義の日程であれなんで通信の方はそこから2週間遅れ DVD の方はここから1ヶ月遅れというふうに変えてほしいんですがちょうど6週間なんですよ7月19日から9月10日不登校はちょうど45週間なんですよ。 えー、あそうそうね 4, 4週間ちょいぐらいなんですね。というまさにこの2回し目の日程とちょうど1週間に1回分ずつやっていく日程がかぶるという感じですなん。なので1週間に1回分ずつ自宅でやってねと言ったんですけどただねそうは言っても、えー、多少。 あのー、ずれれるることもあるかもあかしれませんだからある週だけは2回分やってもらわなきゃいけなかったりとかねちょっとそういうことは出てきちゃうかもしれませんが私の方で、えー もう回回目目ででできままますすすよととかか、ねえー、はいいいいじゃあこのタイミングで2回目皆さん自宅で解いてねとか、えー、言います言いますだからイメージとしては1週間に1回分のイメージでいてほしいんですけどちゃんとこっちの方でね、えー、はいじゃあこのタイミングで民法1回目解いてはいこのタイミングで不当法1回目解いてって、えー、号令しますからそのタイミングで皆さんご自宅で受験してください。でその受験をしたあ,あと解説講義がついてるんですけど解説講義はね 正直聞かなくてもいいです。じゃなくてもいい。どうしてかというとね。これ全部の解説しないんですよ。 講師がこれはってものだけけ解説すするんですけど、えー、なんでどなだよそこを解説してくんないのかよみたいなその自分が解説してほしいところと講師が解説するところが違ったりすると、まあ、結構ストレスだったりで自分が正解したところを一生懸命講師が解説してくれたり、ね、だからそういうミスマッチっていうかあいうのが起こっちゃいますから、まあ、解説講義の、ね、時間でも貴重ですのでその間自分で合格損とかやった方がいいかもしれないね。 オッケーですね。あの、ちょっと難しい問題も含まれているから、半分以上を,をね、ね、えー、基準としてください。全然平こんだりなんかする必要はありません。なおかつ、この問題の正答率と合格の相関関係、全くありません。ね、ありませんから、えー、心配しないこと。ね、さあ、そして、えー、続いて丸五、不登校二回し目終了後の十一月六日。これ生講義の日程です。技術解法ベースアップ講座の講義編二回目生講義で実施します。で、二、えー、週間遅れの十一月二十日から配信開始。 で、えー、その講義を聞いた後記述解開ベースアップ講座の演習編6回目から10回目を教室で受験するか、これ、渋谷駅前高校のクラスの方、または、えー、通信の方は自宅で受験するか、で1週間に1回のペースで、えー、解いていきましょう、5回目までよりも格段に難しいレベルの問題になります。 で続いて「丸六昇灯法二回し目終了後の12月15日」これが、えー、渋谷の生講義日程「記述解法ベースアップ講座」「小灯法講義編」2回目がやはり生講義で実施しますちょっと難しいレベルの実況中継などをしますねで、えー、それがあ終わり次第やはり演習編の6回目から10回目を教室受験か自宅受験ね でそれぞれのタイミングであの皆さん解いてねとかって言いますからあの気づかないということは、ねえー、ないと思うんですけれどもこういう日程で一応いるということになります。でえー 一番多分皆さんが心配だと思われるのは不当法と消灯法の合格ゾーンを二回し目で初めてやるのでね。そこがあのたったこのスケジュール不当法の9月13から10月18日までの1か月間であの分厚い合格ゾーンできるのかという、えー、心配だと思います、まあ民法はねなんだかんだで、えー、その合格ゾーンやってた方がいらっしゃいましたのでね、えー、民法とか会社法は合格ゾーンもう手をつけてるという方も不当法と消灯法は合格ゾーン手をつけるなと。 一真面目で言ってましたからそうするとお初の合格ゾーンでたった1ヶ月で全部吸収できるかなと、ね、心配だと思いますで。これについてはもちろん1ヶ月の間にできればそれに越したことないんですがちゃんとおー具体的にここまで伸ばしていいような期日を設けます。 最初に、まあ、それぞれの箇所で言いますけど一応、ね、会社法の講義スケジュールの時期までつまり11月8日ぐらいまでは不登法の過去問を引っ張っていただいて生講義日程の方で会社法の講義が11月8日までなんですけど11月8日ぐらいまでの間に不登法の合格ゾーンが終わるというのが、えーまあ、目安目標ラインですで通信の方はこの11月8日から2週間遅れ。 なしは DVD の方はそこから11月8日から1か月遅れの12月頭ぐらいまでのところまで不等法の合格ゾーンを引っ張っていただいて構いません。ですから、 あのそれぞれのお二回し目の中で完結しようなんていうようなことをねあの考えなくて大丈夫ですからご安心くださいそして、えー、そうすると会社法の合格ゾーンが消灯法の時期にずれ込み消灯法の合格ゾーンがマイナー科目の時期にずれ込みというふうに、えー、次の科目のところで前の科目の過去問が終わっていくというので、えー、構いませんので。 それぞれのそのスケジュールについてはそれぞれの科目の初回でもってね二回し目の初回でもって具体的な時期をまたお話しします。 であとねそうは言っても、えー、じゃあ11月の8日までに不当法の合格ゾーンが終わらなかった人はもうアウトなのかとかっていうので皆さん出てくるからそうすると最悪のデッドラインとかいうのもまたご説明しますから、えー、一応の目安は今11月8日までにか、えー、不当法の合格ゾーンを、ねえー、終わらせるで民法はあそうは言ってもだめですよ民法は9月10日までに終わらせてくださいね民法は9月10日、えー、民法中に民法の合格ゾーンを終わらせて不当法と消等法、えー、不当法以降はちょっと次の科目の抗議、えー、中に に前の科目の合格ゾーンを終わらせるというのが目標になってきます。で、えー、皆さんあのいろいろ全国出張してきて、学、え、生、ー、の方たちのお話聞いてるんですけど、結構皆さんいい点取ってる。あの民法で14問取りましたとか13問取りましたってね。あ、それあの。 あの実は1年目の18向けの受講生よりも全然いい点取ってる人が非常に多いのでこれはもう非常に私としても手応え感じてましてこれは来年の一発合格者大変なことになるなと一人私はあのもう脳内合格者をねもうそろばんはいて皆さん方のね、えー、合格しましたので声は絶対去年の日じゃないぞと思ってますから感触、えー、としてねあの本当にだから民法10問以上取れた人すごいんですよすごいんですからねそこはもうあのへこむんじゃなくてねちゃんとしっかりとそこの事実、ねえー、この講義 この試験って残念ながらあの辛さも、ね、大変さもやったことある人しかわからないんですよ。 で誰も褒めてくれないから誰も褒めてくれないんだったら自分で自分のことちゃんと肯定しないと本当にね、えー、民法を例えば10問以上取れたってことは相当すごいことですから、ね、そこはあのちゃんと自分を評価して、えー、確実に来年につながっていきますのでね来年の皆さんの合格を、まあ、これからは先も私もバックアップしていきますので、えー、頑張ってね二回し目に突入していきましょう生講義では来週からかな来週からあのスタートしていきますので新規一点でちなみに来週の持ってきていただくテキストは民法の総則ね。 民法総則を持ってきていただいてで民法総則全部やる,やるわけじゃないんですけれども。 1>, えー、1回目のところでは、えっ、ー、とねどこら辺までやっていくかと言いますと、おーそうですね民法総則全部やるのさすがに無理だから、あの代理あたりまで、えー、確認をしてきていただきたいなと思っております。えー、先ほど言った一回し目でやったところを予習して望むっていうのをね代理ぐらいまでを、えー、見ておいてください。さあそれではじゃああの今日のね講義は、えー、あの一通りお話をしましたので、まあ、以上で終了させていただきます。あの。 生で来てくださってる方のみね、ちょっと個別でこの後相談を受けたまりますので、何かあればお申し付けください。それではじゃあ皆さん、えー、今日の講義以上で終了します。えー、じゃあお疲れ様でした。